冷やしメは、陸メか南米陸メ属に分類されるカメ。エクアドル、ガイアナ、コロンビア、スリナム、トリニダード・トバゴ、ブラジル、フランス、ベネズエラ、ペルー北東部、ボリビア最大高長82センチメートル。メスよりもオスの方が大型になる。背後は、ドーム状に盛り上がる。側面は平行で、上から見ると細長い。 後部縁甲板の外縁は弱くのこギり状に尖る。種照名電的新たは、巨子状の、祭祀状のノイで、縁甲板の突起に由来する。廃坑の色彩は、暗化色で、付加直後から、ある甲板周辺は、黄色や大々色だが老齢個体では、明色部が消失することもある。液化甲板と、素形甲板の大きさは、ほぼ等しい。 左右の肩甲板の継ぎ目の長さは、左右の股乾板の継ぎ目の長さよりも長い。復興の色彩は、黄色や高褐色で、甲板の継ぎ目周辺は、暗褐色。頭部はやや小型。額を覆う鱗はやや小型で複数の鱗に分かれ、その全部にある鱗は大型で縦に分かれる。頭部の色彩は、褐色や暗褐色で、黄色や橙色やの斑紋が入る。 獅子の色彩は暗褐色で、全脂には黄色や大色の半紋が入る。卵は長径4から 6cm、短径3.5から 5.6cm の楕円型下級形。孵化直後の幼体は C 甲板にわずかに筋状の盛り上がりがあり、全部円甲板の外縁元もある。孵化直後の幼体は廃校には不規則な気褐色の半紋が入り、 キールや円寒旦は黄色がかる。また幼体は、後部円寒旦の突起も明瞭。常緑樹や落葉樹からなるタウリンに生息する。植生は、植物食傾向の強い雑食で、主に花や果実を食べるが、この葉、根、樹皮、草、キノコ、昆虫、陸生の貝類、動物の死骸、腐食質なども食べる。繁殖形態は卵生。 コロンビアの個体群は八翌二月に卵を産むが、多くの地域で周年交尾や繁殖を行う。発情したオスは、他個体の横に並びケーブを動かし挑発した後に、他個体が同様にケーブを動かすと、甲羅の側面に体当たりしたりひっくり返して争う。オスは、挑発に応じない個体の総配接口周辺の匂いを嗅いで、性別や生育状態を確認し、メスであれば、 後方から上に乗り交尾を迫る。メスが交尾を拒否して逃げた場合は、追いかけて、頭部や獅子に噛みつき動きを止めてから交尾を行う。1回に1から20個の卵をとしに数回に分けて、産む。地面に穴を掘って、卵を産んだ後に産めることが多いが、地面に直接産んだり卵が、地面から露出した状態の場合もある。卵は4から5ヶ月で孵化するが、 飼育下では4ヶ月未満で孵化した例もある。生息地では食用とされることがある。開発による生息地の破壊、食用やペット用の乱獲などにより生息数は激減している。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。アメリカ合衆国やウルグアイ、ブラジルから飼育下繁殖個体が、ガイアナやスリナムから野生個体が流通する。 大型化し動きも活発なため、広大な飼育スペースが用意できない限り、一般家庭での飼育には向かない。乾燥に弱く、空気湿度が低い環境では、成長不良や便秘、尿管結石を引き起こす、可能性がある。ありがとうございます。